富士通富士通モバイルコミュニケーションズアローズ ISW13 回アローズ ZISW13 回は富士通モバイルコミュニケーションズによって日本国内向きに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話のイズシリーズの一つで CDMA1XWIN 及び YMAX 対応ストレート型スマートフォンである製造型版は富士13 ISW11 回の後継機種で、東芝の撤退以降最初の AU 向け端末である。国産のスマートフォンでは、初となる、クアッドコア、NVIDIA Tegra 3を搭載したモデルである。KDDI の2012年夏、モデルとしては最も遅い2012年7月20日に、発売された。全国一斉発売ではなかった。 基本的な性能は同時期に発売された兄弟機種のアローズ X 解マイ 10D と同等だが地位には対応していない。なお厚さが解マイ 10D に比べ 1mm 薄い。NVIDIA Tegra3 を搭載しており、従来機種より省電力、高スペックを謳っている。CPU 内にあるメインの4つの CPU コアに加え動作クロックを抑えて低消費電力で駆動する。 5つ目の省電力コアと呼ばれる 400MHz のコンパニオンコアを搭載している。処理能力に応じて4つの CPU コアの稼働数を制限し、待ち受け動機や設定画面、音声通話、文字入力といった軽容量処理では5つ目の省電力コアだけを使用することにより、シングルコア CPU やデュアルコア CPU より低消費電力を実現している。 さらに、テグラ3には12コアの NVIDIA GeForce GPU を組み込んでいるため3次元描画を駆使した高解像度のゲームも楽しめる。また AU 内でテグラ3を搭載しているスマートフォンは2013年1月現在、この機種のみとなる。なお、タブレット端末を含むと、本機の他に、東芝製のレグザタブレット a t 5 26回がある。 角の発熱が発生した場合に自動的に機能制限をかける保護機能はアローズシリーズに共通して実装されている。バッテリーは 1800mAh のもの、富士1 3 u ーが標準で搭載されている。ディスプレイは ISW11 回に引き続き、HDTFT 液晶を採用。画面サイズは4.6インチに拡張された。カメラは1310万画素。 フル HD サイズのフル HD ムービーの撮影に対応。ソニーの利面照射型 CMOS、XMAR、R4 モービルと富士通セミコンダクターが開発した画質処理エンジン、ミルビューとモバイルを搭載している。IPX5、IPX8 等級の防水、防塵に対応している。お財布形態に対応している。NFC は、非対応。 全機種の ISW11 回では、マイケルハドミー端子だった HDMI は、この機種では、マイクロ USB 端子を使用する MHL を採用している。このため HDMI の機能を利用するには、MHL 変換ケーブルの使用が必要である。2012年9月に発売された iPhone5 よりすべて LTE 対応機種となったため、既存の au 向けの、w、i m a x 対応スマートフォンとしては最後の機種となった。また、イズシリーズもイズ 17SE1 とともに最後に同時発売された機種である。PC 向けウェブブラウザが標準装備されており、フラッシュコンテンツもフル表示可能。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧付加。2012年8月9日に。 以下の不具合の修正が携帯アップデートによって行われた。2012年8月30日に以下の不具合の修正が携帯アップデートによって行われた。2013年10月29日に以下の不具合の修正が携帯アップデートによって行われた。ありがとうございます。